皆さんこんにちは、みそねぎでございます。いつもの場所でございます。はい、ということでですね、はい、ついに手に入れました。それがこちら、クシャニのエクスプローラージンズですね。はい、こちら手に入れましたよ。ついにエクスプローラージンズです。いいっすねこれね、素晴らしい。これやっと手に入ったですね。まあ、去年の秋から予約してまして、半年待ちましたね。しかも半年待ったんですけど、これね、国産ではないんですよね。ベトナム製なんですよ。ベトナム製のエクスプローラージーンズです。日本産ではないんです。で、皆さん日本製を待ってると思うんですよね。で、僕もやっぱ国産がいいなっていうことで最初は待ってたんですけど、一向に入らない。もうなんか生産ラインがもう完全にパンクしてるみたいで、すでにレザー系のものを持ってる人もリペアとかで出しても3ヶ月4ヶ月半年待たされるような状況らしいので、もう本当に今その職人さんの手が足りてないそうです。そんな中、クシタニさんもやっぱりこうそれじゃいかんということで、まあその要はこういう着るものですから、試着をしないとサイズ感ってわからないじゃないですか。で、今現状エクスプローラージーンズは試着もできない状態で予約を受け付けてる状態らしいんですよね。さすがにそれはまずいということで、ベトナムにあの委託工場があるらしいんですよ。クシタニの、クシタニさんの委託工場があって、そこに依頼をして、で、この素材とか、あの製法とかは全部その国産と全く同じやり方で、まあ要はその職人さんの手が違うっていうだけですね、の状態で、ベトナム製のものを少しずつ今店頭に入れてる状態らしいんですよ。それは何かというと、あの試着をするため、試着サイズ感を見るための入荷ということで各店舗に入ってるそうです。で、僕もね、たまたまそれタイミングよくそのベトナム製のものがあの入ってきたよということで、まあ、一応試着はしてて、もうサイズも決めてたんですけど、まあちょっと着てみませんかということで、ちょっと、あの、履いてみたところ、あの、正直言って、差がわからない。国産とベトナム製の商品の差がわからない。それもそのはずですよね。だって、同じものを使って、同じ材質を使って、素材を使って、製法とかも、当然そのクシタニの、あの、製法でやってて、で、最終的に何回も3回も4回もクシタニが、検品をしてます。あの品質のね、これでいいかどうかっていうの。なので厳しい検定をこのクリアしてあの作られてるものなので、国産のものと同等らしいです。全く遜色ないと。実際僕も履いて何の不満もないんですよね。今このあの感じ、履いてる感じもなんかほつれてるとかも全くないし、違いといったら中をこうバッと開けた時に、まあ、この辺にあるタグにメイドインベトナムって書いてるか、メイドインジャパンって書いてるか、それだけの差なんですよね。だからぶっちゃけその素人の、僕ら素人じゃないですか。素人があのパッと見てね、うわこれベトナム製だみたいなね、そんなのわからないし、でそんなにね、あの品質が悪いというわけでもないです。もう全くあの同等っていう風にクシタニの人も言ってましたんで、品質に関しては僕もう文句なしですね。やっぱ素晴らしいなと思ってます。だからわざわざやっぱ国産がいいなって思って待ってる人は、一度その店頭に行って、多分ベトナム製のものならば ある程度あると思うんで試着してみてください。僕はね、試着した瞬間に、あ、ベトナム製で全然いいじゃんと思って、それで購入したいんですけどって言って予約の分をね、あの回してもらいました。まあ、その代わりだから僕の予約はもう消えましたけど、買えましたんでベトナム製でもね、はい、非常にいいですよ。本当にこれがエクスプローラージーンズなんだみたいな感じでね、はい、今めちゃくちゃ感動して、もうこればっかり履いてます今。ということでやっと買いました。まあどうしてもね、国産がいいっていう方はね、やっぱりちょっと待たないといけない状況はずっと続くみたいですよ。なのでこだわりがない方とかだったら全然僕はいいと思いますけどね。個人的な、あくまでも個人的な意見ですけど、国産にこだわる必要ないかなって僕なんか思うので、結局元がどこかですよね。元がクシタニさんみたいなちゃんとしたね、メーカーであればメイドインチャイナだろうが、あのそもそもその工場できてる時点で品質は大丈夫だと。ちなみにこの GPS グローブもね、メイドインチャイナですよ確か。まあでも天下のクッシャネさんですから何の問題もないです。全然使ってていいなと思いながら使うぐらいなんで、はい、はい、まあちょっとそんな感じでついにね、手に入れましたというご報告だけではなく、ここからが本編です。レザーパンツを愛用されてる方にちょっと質問なんですが、僕今この見ての通りタンクに2グリップ用のパッドを貼ってます。で、レザーパンツのいいところって2グリップ力がかなり上がるっていうのが一つの売りじゃないですか。で、僕ねこのパッドをね貼ってるんですけど、これがね痛い。噛みつく分痛い。
ですので皆さんどうしてるのかなと、バイクのタイプにもよると思うんですけど、ニーグリップパッドをつけてるかどうか、レザーパンツ愛好家の方取っちゃった方がいいのか、それとも構わず上からやるのか、それとも鼻からつけてないのか、ちょっとその辺ね、ぜひとも教えていただきたいなと思います。どうですかね、レザーパンツ本当にグリップすごいんですよね。なニーグリップがしやすいというか、なんか思ってた以上に食いついてくれるんで、なんか気のせいかもわかんないですけど、バイクの操作がしやすいんですよ、これに履き替えてから、まあ、だからちょっとその辺もしよければ、レザーパンツ先輩の皆様、レザーパンツ先輩の皆様おかしいな、まあ、レザーパンツをね、あの昔から使われてる方でニーグリップパッドはつけてるかつけてないかとか、必要、まあつけててもいいんじゃないとかあれば、ぜひコメントで教えてください。はい、ちょっとそれをね、今回聞きたくてお聞きしました。はい、ということで、ぜひともレザーパンツ愛好家の皆様、ニーグリップパッドは必要か否か、つけてるよ、いや取っちゃったよとか、もう鼻からつけてないよみたいな、多分なくて全然いいんですよ。だからむしろない方がいいのかなってちょっとね疑問に思ってるので、よかったらその辺またアドバイスいただけたらなと思います。はい、ということで、ついにね手に入れたぜっていうこのね、このなんだっけ、エクスプローラーシンズ、ついに手に入れました。ようやく半年待ちましたね。非常にいいです。はい、ちなみに裾上げ不要でしたよコメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。